高橋三兄弟。4回目の出場ということで、で関西で試合っていうのも珍しいんで、すごく気合が入ってます。僕にとってキックボクシングとは小学生の頃から続けているので、もう生活の一部と言ってもおかしくないぐらいです。新門ジムとは僕たちを成長させてくれる、強く成長させてくれる場所です。ここ最近ちょっと負けが続いてて、応援してもらってる方たちに申し訳ないんで、今回はしっかり気持ちよく勝ってみんなを喜ばせたいなと思います。キング選手は気持ちがめっちゃ強くて勢いもあって、試合が決まった時は素直に嬉しかったです。キング選手は結構動いてくると思うんで、しっかり捉えて自分の攻撃をバチンと当ててしっかり倒して勝ちます。入場から試合終了のゴングまでずっと見といてください。お願いします。今後の目標というか夢っていうかなるんですけど、キックボクシングだけで生活できたら一番嬉しいなと思います。僕にとって三兄弟とは、まあ、仲良しの普通の三兄弟でもあり、仲間でもあり、やっぱりライバルでもあります。新門ジムの高橋亮です。久々のフォースカップ出場ということで、めちゃめちゃ気合が入っています。最初から最後まで目を離さずに応援をお願いします。